でも国本さん、そこまで言うぐらい僕たち滑舌悪いですか？悪いですおかしいですか？いやちっちゃいって。そんなバカなことないでしょ。聞いてるよ今日のゲストです。うわー、長州力さんです。よろしくお願いします。長州力小力ですどうもすいません、長州力です。長州大力です嬉しいなー。 YouTuber 同士なんで今日は対決です。よろしくお願いいたします。何の対決？滑舌対決。そんなバカなことないでしょ。聞いてるよ滑舌悪いって言われますでしょ。ここもテロップ入るんですか？入ります。日本語なのにテロップが入るっていうのはね、天竜さんと長州さんと、まあ、ほんまですかね。そうですね、時々、まあ、ドラゴンも入りますね。藤波さんもね。自分たちではあの話し合ってる時は何言ってるか分かってるんですよね。分かりますよでも最後の方になるとやっぱり一番分かりづらいのはたったんですね。あ、そうですか。藤波さん分かんなくなった。あのハンサムが。うん、それ源ちゃんはもうずっと一定的にあのガラガラ声でしょ。だからもう喋ってるものが、うん、大体一致してれば大体、うん、分かりません。藤波さん途中であの話折る時ある。そうなんですよ。折られるとあの鼻声はちょっと分かんなくなる。どっかにね話が飛ぶとね、うん、分かんなくなるから、ね、分かんなくなっちゃうんですよね。だってパーッと入ってきてじゃあさそうだからって言われてもえって長州さんはその点聞き取りにくいけど内容はしっかりしてますもんね。あのこういうことを喋ってるっていうのはもう分かってますから、ね、うん、分かる。長州さんはちゃんとこんにちはって言えばこんにちはって言ってるんですよ。でも国子さん、そこまで言うぐらい僕たち滑舌悪いですか？悪いですでもこうやって会話ができてるんですけどね。できてますね。いや、できてますね。できてます。できてます。あの多分カメラを通すとちょっとなんかテレビのなんか特性でボワーンと響いて聞こえるところあるんですよね。まあ今のんびりしてるから。そうです。のんびりしてる時はいいですよ。もう試合になったりとか、うん、やっぱもう真剣に話し合いしてるとか言った時ですよ、うんうん、いやもうだから今年かな、ギリギリ猪木さんの大きいパーティーがあって全員揃ったじゃないですか、はい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 、あれは危険でしたね。全員で喋ってるんですよ。あ、私思わず自分の席からフル中野と一緒に見てたんだけど前に出て行きました。え何を喋ってる。あ、そういえばいたいた出てきてる出てきてるあれと思ってあのね、本当に席から、まあ、前は記者の方々でふんふんつってメモってるけど、あれ皆さんね、みんな分かってなかったと思うんだよ誰かメモってるんですか？メモってはいないでしょ独身術をね。だいたいだって役も失礼ですよね。テレビとかでも×とか丸とか三角でバババって出る時あるじゃないですか。ああ、そうそうそう、ね、ひどいね。読みながらってね。でもいつからなんだろうな、こういう風になったのはやっぱりあれ、天理さんなんか喉をやっぱりバーンってやられて次、もうそういうのもありますけど、やっぱり結構声を張り上げてますからね。そうか、大きい声出したからガラガラ声になった。やっぱり終わるとやっぱり、うん、やっぱり喉のこのイガラっぽいっていうのがありますよね。だから巡業なんかでもやっぱりホテル帰ってもやっぱり喉が痰とか詰まって、だから綺麗にシャワー浴びてうがいなんかすると、そして夜こう出かける時はまるでウグイスのような。嘘ですよ。ウグイス。いやいや、ほ本当ですよ。なんで信用してくれ。本当にウグイスのような。ウグイスのような。でもまたちょっと出かけてお酒でも入っちゃうとまたね、濃いね、あのリキワリですか、あのコーヒーで割ってくれるんですよ。青森ですか。青森ですから元が。でね、お店の方に頼みたいんですよ、うんうん、と適度な猫、ね、さ、うん、いやいや僕がやりますよもうずん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 濃くなってですね、あれ割ってないんじゃないですか。もうそんなにやめてるとか僕、山下清志みたいなないですよ。いやでも本当にね、あのコーヒーはね、コーヒー青森はねちょっと癖になる。久美子さんもお酒お強いんですか？強いですよ。で口当たりがいいからスーッと飲んじゃうんだけど、あーっとでもはぁあの本当に久美子さんはあの
まあ以前あの板橋でちょっとお店やったという、はい、いやたくさんお客さんと来ていただいて、やっぱりでもそんなに一人で騒いで飲んでるタイプじゃないですね。行ってる割には自分が一番周りをあの気遣って、かっこいいですね。いやだって音体がいるんだって やりづらいんだよね。やりづらいんだよね。でやる気があるのかないのか、普通だったらお客さん回転させた方がいいじゃない。本当はね、回転させないもんね経営者としてはね本当に助かりましたね。邦子さんからご覧、長州さんも本当に主語ですか。主語ランキングをねつけるのはレスラーでは難しい。レスラーってもう破壊されたぐらい飲みますよ。僕は飲んでるようで飲んでないんですよ。あれで僕は飲んでるようで飲んでないですよ。僕はちょっと飲み方が飲むスタイルっていうか、僕は何ですかね、結構強いお酒を飲みますよね、はい、だから迎えに来るのが早いんですよ。あ、じゃあそんな量はそうでもないと、ね、結構もう怪獣の皆さんはあんまりちょまちょま何か割ったりとか、うん、そういうのよりはもう強いやつ、駆けつけ3枚ですかね。いやそういうこともしないですけど、もう自分のペースで自分の好きなものを飲んで、昔みたいにもう飲め飲めって、うん、そういうのはないですよ。私一回だけその、まあ、そのお友達ね、はい、釧路のお友達のところでみんなが揃った時があって、こんな夢のようなレジェンドがと思った、長州さんいて、あの佐山さんがいて、これで藤原組長がいて、はいはい、で藤波さんがいて、はい、ジューシーサンダーライガーがいて、はい、んで、なんか石井くんがいて、あかな、もっといたかな、なんか宴会でも、名前言ったっていいじゃないですか、あの宴会で全部それが揃ってたんですよ、小川社長。あ、小川社長ってね、あ、すいません、ちびっこギャンク、まあ私たちの本当にいいお友達で、マッチのね、はい、あのマッチです、マッチ の、まあ、スポンサーっていうか、まあ、大親友でね、はい、すごい方ですよ、近藤さんの、そうそうそう、近藤レーシングチームも応援なさっていて、マッチのご実家より、マッチ本人よりもマッチのグッズいっぱい持ってんじゃないですか。いや、本当に、ね、すごいですね、そうそう、ちょっとマッチさんの、あのファンで、まあ、コアな方はいろんな衣装とかサインとか持ってるけど、もうそれはもう小川社長のところ行ったらもうすごいですよ。え、その小川社長は長州さんの大好きや、もうありがとうございます、講演者で大好き で、お世話になって、そのプロレス部屋もあって、そのそうですね、ジャイアント馬場さんが着てたジャケットだよとかいうところには、はいはい、あのタイガーマスクが最後着た、はい、ものとかマスクとかで、長州さん この着てくるトレーナー、長州抱いてるやつとか、はい、そう全部本物のものが全部あるんですよ。すごい、あの邦子さんがそもそもプロレスを好きになったきっかけって何だったんですか。もうそりゃさ、遡ってもいい、もう僕もそれ聞きたい。そりゃもう子供の時ですよ。会場に行けばどの会場でもいますからね僕まさかそこまでね、そうなんです、そうなんです、うん、好きだと思う。何がきっかけだったんですか、子供の頃。最初子供よ。だって子供の時って携帯電話もなければ、ディズニーランドもなくてさ、やっぱり野球を見るか、うん、プロレスなんてゴールデンタイムでやってたし、クリコさんの子供の頃ってプロレスは誰、まあ、ジャイアント馬場とアントニオ猪木が組んでたりもしてましたよね。リアイホですね、うん、だからちょっと力道山になっちゃうと、あの VTR で見たっていう感じなんだけど、うん、そんな流れからです、ね、吉村道明とか、そうですね、坂口誠二とか、どっちも好きだった。なんか全体的に、まあ、金太郎とかそうそう、まあみんな、全体的に誰っていうのではなく、なんか分かりやすかったので、悪者を退治するっていうか、まあまあそうですよね金曜夜8時みんなで一丸となっておーって、ね、騒げるっていうか、そんな感じだったんだけど、だんだん大きくなってきてデビューしたら、プロレスの番組なんかをね、これを語らないとちょっとね、長州さんとはね、今日はちょっと、あるんであれなんだけれどもね、あのでちなみにひいきのレスラーは誰だったんですか。ひいき、はい、武藤かな。あ、いやいや、その子供の時、あ、子供の時、はい、まあ猪木かな。あ、もう今呼び捨てにしちゃってる会長ですよね、猪木さん。馬場さんと猪木さんでたら猪木さんの方が好き。猪木さん超かっこよかったもん、うん、ね、そうだよ、子供の時。じゃあ猪木さんと倍賞さん の、 あの婚約の時とかもにわあお騒ぎみたいな感じで。もまあそれは子供だからね、そこら辺はまあそうなんだなって、すごいなって思ったけど、今思うとじわじわすごさが分かるよね、はいはいはい、だってさ、プロレスラーとトップの女優さんがさ、うん、結婚するなんて全然畑の違うところで、そうですよね、
すごいですよね。これはやっぱり別格にすごかったんじゃないかな、ね、子供の時はね、そんなあんま分かんなくて、わーいわーいと思ってたけど、それで、うん、プロレスマンずっと見続けてきて、長州力という存在が初めて邦子さんの目に飛び込んできたのは維新軍のあたり、うんうん、私だからあれ銀行に長州邦子っていうあの口座作ってたなんでよ、あれ本名じゃない、本名じゃない、今はね、ダメなんだけど、昔なんでもよかったんですよ。そうなんですか。だから私、田原俊彦好きだ、田原邦子持ってた。そうすると、銀行に行くと、ね、長州さんって呼ばれるんですよ。で、そこで行っちゃダメなの。長州邦子さんってフルネームで呼ばれると嬉しいじゃない。だから、はいって言うんですよ。でも、その時もすでにタレント活動を終わられて。そうそうそう。そういうことしてました。だから俺、山田邦子の長州邦子だって感じでみんな見てたじゃないですか。今ダメなのよね、もう一切そういう、そういや今本名じゃないと構図作れない、うん、よかったの前、そのエピソードご存知でしたし、今いや今初めてだから邦子さんのプロレスの見方ってわけだってあんまりないでしょ。でもね、私女の見方ですよ、やっぱり男の人たち の、うん、あのコアな人たちからすると、何チャラチャラもううるさいの来ちゃったなっていうね、あ何にもわかんないお嬢さん、今はだけど、うん、女の人すごいですからね、ファンが、そうそうそう、僕はもうリング降りてからもう会場の足、もう今まあこういう時期だけど、うん、あまりこう見に行くってことはないです、ね、女の子だらけですよ今、あの本当にね、うん、選手がかっこいいイケメンな人が多くなったね、うん、今ね、そうですよね、新日にしたって前日にしたって、本当パンツ一丁で汗だくの男がいるんですからね、うん、もうこれはそれも人気の今のあれなんでしょうねと思いますよ、かっこいいね、うん、ではやっぱり今それで分かりにくい世の中でしょ、いろんなことがネガティブになっていく、うん、だけどもここの目の前には力で頑張っているっていう人間のなんか、まあ、本能というか、そうですよ ね、綱引きとか腕相撲が基本みたいなところと同じで、分かりやすいというかね、分かりやすい、で維新軍の時の長州さんはもうバッブレイクしたわけじゃないですか、びっくりしちゃったな、髪も伸ばしてめっちゃ帰ってきて、自分がブレイクしたとかしようとかそういうの頭の中ないですけどね、はい、それで邦子さんね、こう維新軍で、私たちの、ね、時代ってね、なんか野球選手とか、うん、そのスポーツマンと芸能人が一緒の番組出るっていうの多かったんですよ、はい、今は本当にね、ちょっとしかなくなっちゃったけど、力士とかね、そう、力士と一緒に、はい、あのデュエットするとか、うん、お正月番組でゲームをするとか、そういう人はあの出会って、それで結婚するとかね、はい、なんかそんなのも多かった、でも、熱は少なかったでしょ、いや、でも私、ジャイアント馬場さんと一緒に回答席に座ってクイズ答えたり、猪木さんと一緒にあのそういうなんかやったり、あと、はい、本当に藤原組長、よっちゃんは本当にお世話になった、私のあのくだらないようなバラエティーの綱引き大会とか、赤すり大会とか、何でもあの組長をやってくれたんで、組長のことは、組長は私のこと嫌いなんだけど、ちょっと ね、すぐ乗りやすいタイプだから、いやいや、もう本当にいいそうですよ、ね、俳優さんとしてもね、はい、ちゃんと台本も読めるし、そうなんですよ、そうでもね、だからあの去年なんか舞台に、ね、出ていただいて、うん、私去年だけど舞台出ていただいてもうね、すいませんでした、いや出たって僕は立っただけですよ花をね持ってきてもらって、立ってただけ、すいませんでした、おびき寄せんの大変だったの、もう機嫌が悪いと来ないからあのちょっとずつちょっとずつこう餌をまいてもうとにかく来れば大丈夫だろうみたいな本当に分かってました長州さんにその舞台出ていただこうってオファーしたあの理由っていうかきっかけになる、いやもうプロレスこんなに好きなんだから、はい、プロレスの話しようと思って、元女子プロレスラーだった、で今芸能界の社長っていう役の そういう、はいはい、今山田邦子のもんっていうのをやってるんですね、うん、また今年もやるけど、それなんでやっぱレスラーを毎日毎日ご日替わりで、もう有名レスラーがね、あの40周年おめでとうございますって花持ってきたら、はいはい、そりゃあかっこいいだろうなと思ったら、ね、やばい、長州さん来ないことにやと、僕は本当ただそれだけですよね、いやで、まあそこからでも長州さんはそこから、まあ、全日本でね、ジャパン軍っていう時代もあって、それも見てました、うん、ずっと追っかけてて、だから何でも見るんですよ、いやだけど私やっぱ男の人のそんなさ、すごいファンの人とかと違う、私もあのチャラチャラしてるからさ、はい、やっぱりそのギブアップまで待てないそうですよ、満を持して、ね、あのゴールデンタイムにさ久方ぶりに出した、今はまあみんなから早かったんだろうって言われるけど、ね、まあなんかもうファンの方から怒られてで私だけじゃなかったんだって、今さいろんな人から聞いたら、その時あの少年忍者が男組がなんか ねが
会場に行った時すごいブーイングだったんだって、帰れ帰れって言われて、だから男組にも謝らなきゃかわいそうに、志村香織ちゃんとかね、そう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 ねえ、私たちは知らない人にもファンの層を広げるのだなんてやってたんだけど、はい、邪魔だったね。なぎらさんもいらっしゃいましたよ。なぎらさんなんかはちゃんとね、分かってる方だからさ、そうそうそう、だったけど、それでちょっと言いづらいけどさ、長谷博士大先生がね、長谷博士今となっちゃ先生がね、あのいらっしゃった時に、なんだよ、あのなんかちょっとどっか切れたかなんかして血なんかすぐ止まるのかみたいなこと聞いたようなのよ私がね。そしたらそんなあの痛いに決まってんだろみたいな、なんかバーッと怒っちゃって、あれ最近ハセトワって仲ないないない、だからあれ以来会ってないですか。会ってないんです。それで私はなんか番組で見たよ。会ってないで、金沢大会なんかも応援してるから、ハセ先生が黄色いバンズで戦って今でも戦うんですよ。でそこは応援してますよちゃんと。だけどその後打ち上げに来ないから、ハセ先生は逃げちゃうから、あの今日ご兄弟弟さんとはじゃあお寿司行こうかとかそこまでは来てるわけ、でも全部友達も一緒だし、はい、知り合いも一緒だしというところまで来てるんだけど、多分嫌なんでしょ私に、ね、会うのがね。だからもうこうなったら長州さんからまあ電話してもらって呼び出してもらって、ね、彼はそんなことないと思いますよ、うん、なんかあまりレスラーのようにも見えないし、また政治家のようにも見えないっていうか、まあでも頭いいですからね、彼はね、うん、すごい常識があるし、まあその時の時代の、うん、やっぱり、うん、暗いっていうかダークな世界の時代に入ってきてるから、うん、彼は彼なりに一生懸命その時代のものを一生懸命邦子さんと頼もうとしたのを、はい、そうそうそう、私もそうだ。だから別に私たちは、長谷さんと私は何でもないわけだけど、僕もそう思います。周りの人がやけに話を作って、仲悪い、仲悪いって作っててから。僕もその一人なんです。言いましたよ、ここに。ここにいましたよ。でも元締めだと思いますよ。だからね。だからそうじゃないんだよっていうのを、まあ、ここらでね 年を重ねて一回会ったらいいじゃないのっていう提案してる、うんね、だから2人はね何とも実は思ってないわけ。いや向こうと思ってないですよ。そうなんですよ、だから周りがすごいから。いやそう、もう周りもそうでもないでしょ。もう連絡すればもう喜んで、まあ喜んで忙しい忙しいからね。そうだけどみんな聞いたらなんかね、あのお願い事があると議員会館訪ねてるっていうから、あらちょっと私だって議員会館でお茶でも飲んでみたいもんだけれども、長谷先生いかがですか。今度二人で訪ねますか議員会館。目立ってしょうがない、目立ってしょうがない。これあれですよ、 YouTube だったらすっごい跳ねますよ。いや本当に本当にもうみんな議員会館 YouTube なんかやっちゃダメだ、怒られるから喫茶店に呼び出すぐらいですよ。もうせいぜい、あのね今日ね、はい、マスクいただいたの、これ本当にあの YouTube これありがとうございます。僕はマスクって言ったからこのなんか買うのそれもそういうのも好きだけどね、これ笑っちゃうんだけど、これいいんですかいただいて。クニコさんなんで笑っちゃう、どうして笑うんだ。だってジョシュさんの YouTube で、ね、こういうね、僕最初ねこれバズるんですか。最初はこのアベノマスクね、はい、うん、すぐこう、皆さんに配りますって言ってから、はい、届くまで時間かかって、はい、結構批判されたじゃないですか、はい、そして今じゃちょっと落ち着いてきた時にはもうどっかに投げたり、はい、あげたり、寄付したり、そしたらまた、また今ちょっと戻ってきたら、僕ね、そういう紙のマスク一回やって捨てるっていうのが、はい、喋るとペコペコペコするし、でこれなんです、ね、これはもう僕はね、確かに少しちっちゃいですけど、これ素手、あ、それ洗ったんでしょ自分の。あ、これ洗ってるから、ちょっとつけてくださいよ。その小ささと言ったらもう、これだからいいんですか、私なんかもらっちゃって。あ、どうぞ。これ最後のなんでしょ。いや、あともう一枚だから。いや悪いわ。ぜひ当てて。私たちの昭和の時代ってこれが基本だったんですよね。そうなんです、ね、何回も洗って気持ちよくないですか。確かにね、ガーゼは気持ちがいいんですよ。そうですよね、うん、ちょっとその小ささと言ったらもう私 YouTube で下手って笑いましたよ、それ。またなんか屋上の水浴びかなんかして
ハワイですよ、あこビザ発行しないと。嘘だ、絶対ハワイじゃない、あれ。ビザ発行しないとあこは入れない。屋上だ、あれ。おかしいですか。いや、ちっちゃいって。でも、まあ、フィットはしてますよね。だから喋ってる部分には鼻も隠して、うん、口もきちんと。そうですね、口の部分がね。肌にはフィットしてるんですよ、きちんと。そして、あの、国会の NHK で国会のあれに、誰一人当ててるの。総理本人。安倍さんだけですよね、安倍首相だけで。やっぱこれ、言い出しっぺですから。固くなにおやりになってます。ぜひ、もう本当に。いいんですか、こっちはやや大きい感じですけど。いや、同じです。これちょっと洗ってますから。こう、潰して。ありがとうございます。そういうところが、でも、ちょっとこう。いや、これでも僕も真面目な、真面目、うん、きちんとなさってんなと思って。気持ちいいし、うん。え、いやいや、でも昭和ってこれだったから、本当にね、学校の時、そう、給食の時もそうだったし、そうそうそう、マスクとか、ちゃんと洗って干したら気持ちがいいですもんね。そうそう、そしてこうやって今みたいに聞かれるんですよ。はい、アベノマスクですよ、何か問題でも。もうでも、もうちょっと洗ったら眼帯ぐらいの大きさになる。それで、あの、何ですか、でね、お返しが今日はあるんだけど、あ、そうなん、はい、今日はね、お土産は何かなと思ったんですけど、何かな、何だろう、わかるかな、はい、これまさか、おこれは食べ物じゃないと言おうと思ったんですけど、なんかね、YouTube の中でこれが出てくることが何回かあったんで、これも好きなのかなと思って。あ、スパム。うわー、ちょっと開けてみて。スパムなんで好きなの。いや、スパム嫌いですか。いや、もう嫌いじゃないけど、ハワイでよくおにぎりになってるじゃないですか。あ、そう、それからですか。から好き。サイパー行ってる時ですかね。あの、体鍛えたりね、そうですね、合宿する時、スパム。こんなおにぎりうまいのなぜないんだと思ったんですね。見せていただきますか。ダメなんですか。ダメなんですか。そんな大層なもんじゃない。東京でも買えましたよ。前買えなかったから結構なんかハワイに行って買ったりしてたんだけど、スパムいただきました。いただきました。よかった。これなんですよ。すごい。まあなんかね、こう好きなんですね、長州さん。僕は好きですね、うん、スパム好きです。あの、外国に行った時のワクワクする感じがなんか蘇るっていうか、う、私も分からなくはないけど、これありがとうございます。本当によかった。いやいや、よかった。長谷先生のお話に戻るんですけど、ハッシュタグもあれ、今のいいでしょ、あれ。違います。間違えたんでしょ、あれ。違います。ツイッター、わざとだよ、これ多分。わざとやってる、おかしい、そんな。